どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。今回はたまくらパート6やっていきたいと思います。で、今いるところがどこかと言いますと、こちら私のスポーン。ちょっと待って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 、やばい、嫌な感じする。ちょっとやめてね。撃たないで。どこ、本当にやめて。オッケー、もう一匹いる。ちょ、下から行こう。下からこいつ潜れないのは知ってる。痛い。何、下にも撃ってくんの？それはない、ダメ、死にたくなくない。何、邪悪な村人の旗手に入れちゃったよ。はいはい、とりあえず私が今いるところがですね、私のスポーン地点なんですよ。で、裏作業でね、すごくね、成長頑張りまして、こんな感じでね、かなり開けた土地になりました。ここにね、本拠点を作っていきたいと思います。あと、そして整地してる時に、なんかここになんかすごいでっかいなんか洞窟のなんか、あの穴見つけたんで、ちょっと入ってみたんですよ。そしたらね、こんな感じで鉄とかね、金とか、あとラピスラズリとかね、手に入りました。レッドストーンとか、あとスライムもいてね、スライムボールもめっちゃ手に入ったし、エンダーパールとかもね、手に入りました。まあ、つまりここは本拠点を作るための仮の拠点ですね。はい、まあ、なんかもう拠点が何なのか分からなくなるくらい仮拠点作ってるんですけど、で、ほらね、これが整地して集まった土とか、で、これほら、木を伐採して集まった木材とかね。あと、そう、今回レンガ使いたいからね、粘土とかをね、集めて、今レンガをここで焼いておる次第でございます。てか待って、もしかしてさ、あれ、略奪者たちさ、あっちの村に行っちゃってんのかな。村人さん、いや、無事か、大丈夫か。ここもさ、ゴーレムさんいなくなっちゃったからさ、大丈夫っぽいね。いや、ちょっと早いうちに本当に柵で囲ってあげよう。え、嘘、え、待って、嘘、どこにいんの。とりあえずちょっと待って、村人さんを中に入れなきゃ。嘘、鳴ってる。ちょっとこれ鳴らすと村人さんが中に。ちょ、子供ちゃん入って、みんないるいる、いたい、どっから撃たれた。いる、もう許さんかよ、本当に。ダメ、なんか落とした、痛い、やめてダメ、撃たせない。早く入ってよ。嘘、隠れてるつもり。残りモブ2人か書いてるけど、待って、いきなり戦闘。待って、今日の課題とか言う前に、どこにいる。ちょ、みんな中に入ってよ。いや、キラキラじゃなくて、いた、やめろ、うわ、2人もいる。ずるい。いや、私は最強、勝てる、勝てる、言い聞かせる。よっしゃー。ちょっと待って、クロスボウ手に入れたよね。ちょっと撃ってこう。さあ、どこにいる。襲撃マークがまだ痛い。あ、嘘、待って、これ剣でやった方がいい。剣でやった方が早い。オッケー。ちょっとさ、エイムガバガバだからさ、本当に苦手なんだよね、私この襲撃、あの射撃系めっちゃ苦手なんだよね。え、てか、どこおる。いた、ほら、暗い。オッケー、うまいのか分かんない、普通かもしれないけど、こりゃ、この野郎。待って、いる、斧野郎だ、この野郎、この野郎。先手必勝。オッケー。待って、村人さんめっちゃ減ってる気がするんだけど、気のせい。ほら、よし、オッケー。よし、遠距離。これ勝てるわ。水の上じゃ何もできないんだな。よし、エメラルド落としてったわ。で、ほら、どんどん増えてくる。え、あのさ、でっかいあの何、略奪者のさ、めっちゃ滑舌悪いんですけど、焦ってるから、焦ってなくても滑舌悪いのは安定なんですけど、あの略奪者のペットみたいな、あの超最強のやついるんかな。いやー、なんかさ、コメントでね、なんか略奪者がなんか結構なんか現れやすくなったみたいな、なんかそういう注意のね、コメントいただいてたんですけど、いやー、それでもさ、ちょっと本当にこうなっちゃうの私よくないわ。あ、いた、ほら、オッケー。あ、やばい、矢がない。だが、しかし、私はもういい。特攻隊。オッケー。何落としていった？お、めっちゃ防具落としていくやん。あ、村人さん、ここにいたんだね。そこで、待っててね。今から、助けるから。やばい、日が暮れる。あかん、あいつ強すぎる。待って、どうしよう。あ、待てよ。これちょっといけんじゃね？裏回りしやがって。怖い。やばい。待って、もうホラーゲーム並みに。いや、もうこっからちまちまやろう。
や、オッケー。あ、意外と倒せた倒せた。よっしゃ、あいつさえ倒せば、あいつさえ倒せば。待って、大丈夫か、これ一旦寝た方がいいかな。だから絶対減ってるよ村人さん。え、絶対減ってる。一旦寝るか。よし、おはよう、みんな行くぞ。どこにいる？いた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 。井戸にはまってやがるぜ、あいつ。痛い、痛いんだけど、ほんとに。やめ、やめんかい、やめんかい。おら、おら、この野郎、この野郎、この野郎。エメラルドよこせ、この野郎。なんか、どっちが悪党なのかわかんなくなってきちゃったよ。あと、一体、とりあえずね、どこにいる？どこどこどこ？いた、いたね。んー、猫ちゃん。なんか、ゾンビが死んでる。あ、これダメ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 。なーにすんの？大丈夫？なんか、僕臭いような気がする。待っててね。さあ、いつでもかかってこい。村人は私が守る。めっちゃいる、めっちゃいる。それは聞いてない。ちょっと待って、待って、待って。やっぱり、ちょっと待って。落ち着こう。一旦話し合おう。一旦話し合おう。ちょっと待って、待って、待って。一人ずつか、一人ずつ。正々堂々と戦おう。いた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 。いきなり来た、いきなり来た。いいよ。一人ずつね、一人ずつ。偉い、偉いぞ。やばい、多いな、多いな。一体ずつ来なさい、一体ずつ。チラリズム。いた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 。待って、全然当たらん、全然当たらん。お前、回復させない、回復させない、回復させない。やばい、やばい、やばい、やばい。死ぬ、死ぬ、死ぬ。一旦退散、一旦退散。無理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 。ごめんね、ごめんね、本当に本当にごめん。あー、おばちゃんも臭くなっちゃったんだね。え、おばちゃん、おばちゃんちょっと今ね苦しんでるの。そっか、頑張ってね。うん、ありがとう。ちょっと待っててね。やばいやばい、ちょっと本当に一旦ここで、一旦ここでか、うわー、うわー、待って待って、奇跡、待って、違う、奇跡じゃないよ。そもそもちょっと待って、やばい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 、やめて。とりあえず上行こう、とりあえず上行こう、とりあえず上行こう。さすがにここまでは来ないよね。やばい。え、誰誰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 、やめてやめてやめて、本当にダメ。くそ、矢が足りない。ちょ待って、ダメだよ、強すぎる。子供大丈夫？もしかして私のせいでやられてる？いる！よかった。よし、ちょっと待っててね、倒しに行ってくるから。このクソビッチめ、さっき殺しやがって、こんな野郎も。ちょっと舐めてたわ、正直。ダメだダメだ、これは舐めちゃいかん、舐めたらあかん、本当に。そういうのど飴があるぐらい本当にわかるわ、そののど飴の気持ち。あ、よかった、いてくれた。残りあと略奪者一人とウィッチ一人かな。ちょっとあんた、いつも私と同じ服着るのやめてくれない？はぁ、あ、それはこっちのセリフよ。なんだと、この顔面お金なの。ちょ、何すんのよ、このどんぐり頭。やめ、やめなさい。はぁ、あ、消しゴムみたいな鼻してるあんたに言われたくない。はぁ、あ、あんた私の可愛い鼻のことバカにしたね。そもそもあんたね、眉毛繋がってるし、どこの工場。しょうがない。ここは私が。しゃあねえ、とどめを刺してやるぜ。こんにゃろ、こんにゃろ。オッケーオッケーオッケー。お、グローストーンパウダー。てめえ、なんか変な臭いもの投げつけやがって、こんにゃろ。臭いのはお前だけにしてけ、こんにゃろ。よし、まだ？え、またあの大群みたいな来ちゃったら私も本当に困るんだけど。待って、一旦さ、六本木タワーでさ、六本木。あれ？成長してる。こんな中よく成長できたな。とりあえず待って、六本木ヒルズで、一旦様子見よう。さあ、どこにいる？やばい！めっちゃいるじゃん！やばくない？行こう。こんにゃろ！せこいぞ！乗り上がって、そんなのに、そんなものに乗り上がってせこい。ほら、この作戦どうだ、この私の、あの、私だからこそ考えられるこの作戦。これ弓矢も相手から食らわないし。よっしゃ、お前、そいつがいなくなったらお前雑魚だ。よっしゃやったー。うわ、なんだこれ。え、なんかパックンチョ、パックンチョが出てきた。パックンチョ、パックンチョ、何パックンチョ、パックンチョ、待って、なんだこれ、なんだこれ。いた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 。いいよ、もう手にかかっていこう。もう素手でいこう、素手。素手じゃないや。いや、もう普通。あ、待って、これシャベルだった、シャベルだった。あ、やばいやばい、死ぬ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 。危ない危ない。てか、一旦寝よっか。一旦寝よう。何してんだ、あいつ。あいつか、さっき魔法使ってたやつ、こんにゃろ。許せない。お、いたいたいた、お前もいたのか。やだ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 。死ぬかと思ったよ。死ぬかと思ったよ。
不死のトーテム手に入れた。よし、これで怖いものなしじゃ。待って、これさ、陸に上がらせない作戦で行こう。オッケーオッケー、これいけるわ、これいけるわ。これ勝てる勝てる勝てる。結構君強いもんね。結構強いけど、そろそろお亡くなりになられてもよろしいんではないでしょうかね。うん、手に召されましょうか、そろそろね。その背中にあるサドルを私にね、くださいませ、本当に。これから馬ちゃんとラブラブしたいのでね。馬ちゃんと、おっしゃー、馬ちゃんとこれでラブラブできるわ。よーし、倒したぜい。やったー、やった。ほら、村人さん倒したよ。なんか倒すとね、こうやってセールがね、あるみたいなんですよね。こうやって割引セールが。じゃがいも？じゃがいもか。交換しよう。交換できる？これ。よっしゃ、交換1個できた。あとは？君は？あ、君ニート？ニートかい。この度はこの村を助けていただきありがとうございます。いえいえ、こちらこそいつもお世話になっていますので。いやいや、にしても相手は手強かったですね。そうだね。アップデートが来てから物騒になったんですよね。なるほど。ということで、そのパンをください。ん？いやだって僕たちにお世話になってるんでしょ。いや、でも私ほら、助けたじゃん。いやー、でもぶっちゃけ、そのくらいのことしてくれないと、こちらとしても困りますし。はい、わかりました。パンちょうだい、パンちょうだい、こちらでよろしいでしょうか。パンちょうだい、パンちょうだい、パンちょうだい。どうぞどうぞどうぞ。すいませんでした、なんかすいませんでした。わー、一仕事終えて帰ってきました。はい、とりあえずね、エメラルド27個手に入れました。あとね、なんか、グローストーンダストも手に入っちゃいましたね。あと、不死のトーテム。そして、サドルですね。サドルはもうほんと欲しかったからよかった。で、あと、この、防具だね。いやー、本当はさ、今回ね、そろそろさ、ここにね、本拠点をね、作ろうと思ってたから、その素材をね、集めに行ったり、モブちゃんたちをね、探しに行ったりしようと思ったんですけど、なんかね、略奪者が攻めてきちゃったから、略奪者と戦う羽目になりましたね。まあでも、どうせね、サドル見つかったからさ、近くに馬ちゃんいるし、馬ちゃんだけでもね、捕まえてみようか。シルバーフォースですね。かっちょいい。ってことで、ちょっと、試乗してみましょう。ほい。うわ、暴れてる。うわ。これね、懐くまでにはね、結構時間かかるみたいなんですよ。てか、色が同化してますね、これ。あ！早く懐いてくれた、ありがとう。そしたら、これを、こう、つける。そうするとね、こうやって、自由自在に動き回れるんですよね。ただ水中がね、無理なんだよ。じゃあ下から押してあげよう。さあ、乗るんだ！乗れ！頑張れ！オッケー！こうやって走れるんですよ、爽快に。いや、めっちゃ速い！私さ、なんだかんだ馬さんに乗ったことなかったからさ。うわ、すごい！めっちゃすごい！いいね！楽しい！じゃあこの馬さんもね、拠点で勝ってあげようと。今回の戦いで得た報酬はこの馬さんでもありますね。スライムボールと糸があるから、これでね、確かね、首紐が作れるんですよね。ほら、首紐作って、繋いでおこっか。馬さん待って。こうして、よいしょ、こうして、こうする。オッケー、これで馬さん確保。いやー、いいね。よかった。これからよろしくね、馬さん。今度名札見つけたら名前つけてあげるからね。よーし。はい、ということでね、今回はですね、課題を言う間もなく、もう略奪者が攻めてきたのでね、今回はちょっと略奪者と戦ったんですけども、まあ死んでしまって経験値ロスしてしまったんですけどもね、まあ得た報酬はでかいということで、まあ良かったということで、まあ良かった。はい、ということで今日の動画は以上です。もう本当にそろそろ本拠点の方をね、作りにかかりたいと思いますのでね、また裏作業で材料の方とか集めていきたいと思います。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、SNS のフォローよろしくお願いいたします。では明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。